大丈夫、クレイジークレイジー。神田うの率いるうの会のメンバーとババ抜きをする俺。ゲームはテンポよく進み、残るは手札1枚の俺と手札2枚の伊藤美咲。俺が数字のカードを引けば即ゲームは終了となる。ゆっくりと左のカードに手をかけると伊藤美咲が、右のカード引いてくれたら後でおっぱい触らせてあげると揺さぶりをかけてきた。右のカードは伊藤美咲が引かせたいカード、つまりはジョーカー。ということは左のカードを引けば勝てる。しかしカードを見るとまさかのジョーカー。俺がおっぱいよりも勝負を優先することを見越した上での心理的誘導に、心の底からやられたと言いたい。上がらない。上がりませんけど面白いですね。エンジェルあげましょう。パンしょうもない。カイジだね。カイジ的なね。アナルのシワが気になる気になる気になる、インキンタムシも気になる、サンデーナイトドリーマー。